日本東京都国立市ヤホヤホは東京都国立市の町名及び大技。現行行政地名は大技、ヤホ、ヤホ六丁目、ヤホ七丁目。郵便番号は186-0011、国立市の南部に位置する。東は府中市政府町及び日清町、南は泉、南西は日野市石田、万願寺及び日野、西は矢川、青柳。 石田、立川市、西木町及び羽衣町、北は富士見台に隣接する。国道20号沿いは、ロードサイド店舗が多く、交通量も多い。現在の西東京市の法屋地区では、農作物の不作が続き、そこに住んでいた住民が新たな開墾地として、当該地に移り住み、元の法屋の出身を忘れないため、ヤホという地名を付けたという伝承も存在する。 もともとはヤボであったが、ヤホ駅が開設される時にヤボはヤボに通じ、縁起が悪いということで駅名をヤホとしている。もっとも、ヤボ店という言葉は、ヤホン店満宮が語源ではないかという説もある。住宅地地下は2017年1月1日の工事地下によれば、ヤホあざ栗原6069番1の地点で18万8千円、平方メートルとなっている。ヤホ地区は、 現在、土地区画整理事業の実施に合わせて、周辺地区から順次整理を実施しており、野保1丁目から5丁目についても今後設置予定である。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東部からは野保駅が近く、西部からは野川駅の方が近い。 西部については、今後の地盤整理により、矢川、青柳、泉に変更される予定となっている。ありがとうございます。